こんばんは。というわけでちょっと早いんですけど15分だけさせていただきます。ちょっと今ねできるタイミングなんで、このできるタイミングで15分だけしたいなと思っています。めちゃくちゃ眠たいですけど、超眠って感じです。今日も早起き。そうなんですよ。今日とて今日も早起きです。明日も早起きです。明後日も早起きです。オートタクシーの稽古に、もうオートタクシーのね舞台の稽古は、あ、言ったか昨日も通しリハが始まってて、稽古動画を昨日見たんですけど、いやマジでやばい。なんかセリフすらも忘れてんな自分って思ったし、セリフも出てこないし、ダンスと歌もやばい。ダンスが覚えられなくて、なんかなんか仕事終わってからなんかやってるんですけど、頑張ってなんかマジで覚えられなくて死ぬかもしんないなっていう感じですね。やばい。毎日6時前に起きてるんですよ。私偉くないですか。今日も6時前に起きてさ、出発するまでの時間にさ、オートタクシーのさ振り笛見てさ、ちょっと踊ってみたんだけどさ、全然覚えてなくてさ、あ、やばいなと思いながらさ、あ、仕事だと思ってさ言ってたんだけどさ、本当にさやばすぎてさ、ハゲそう。昨日もねめっちゃ頑張ってね練習してたんだけどさ、全然覚えられないっていうか、なんか全然できないっていうか、やばいよねって感じ。気持ちだけ焦っとるげー。とりあえず休みが欲しいな。てかもうとりあえずこの朝早い現状からの逃れたいかな。もう最近マジで6時起きとかしすぎてさ、なんかバグってるから、とりあえず脳みそをお休みさせるということをさせてあげたいなとめっちゃ思ってますけど、早起きが苦手やねんな、シンプルに。そう、もう武道館のさレッスン期間さめっちゃ早起きやってんけどさ、なんかそれと同等ぐらい早起きやからさ、あよ、何時に寝てるんですか。昨日は24時ぐらいに寝ました。もうね疲れててね、なんかね座ってるだけで意識飛ぶんですよ。こうやって座ってるだけでカクンカクンつって、なんでうわ意識がってな感じです。最近ずっとそう、え、マジで骨寝よったやろってメイクさんに言われた寝てましたね、今一瞬どっか行ってましたわとかって言ってるんですけど、マジで眠い、うん、あくびしか出ない最近。昨日見たショートカットめちゃくちゃ良かった。ハイカードのやな、ハイカードのやつやと思うんですけど、確かにハイカードね、
ね、なんかめっちゃ、あ、大西がコメントくれててね、可愛いって言ってくれて嬉しい。銀髪ショートカットです。めっちゃ珍しいよね、メンバー私のショートとか見たことないもんな。私人生で 1回しか髪の毛短くしたことないんですよ。それもなんかこれぐらいの長さですね。ボブじゃなくてボブよりもっと短いんですけど、なんかボブにちょっと段が入ってたからボブよりはちょっと短いんですけど、なんかねショートね似合ってた？嬉しい。似合ってたかな。有楽町のカウンチイベント行きました。おー、11月4日ありがとう。ぜひぜひ。いやーマジでね、うん、でも私ハイトーンも似合っちゃう系女子やからさ、ごめんやけど、え、なんかハイトーンも似合うんですよね。実はやらないですけどねやらないんですけど、絶対やったら似合ってしまうから、違う意味で。だけどなんかハイトーンやると逆に顔薄く見えるかなみたいな思うんですけど、どう思います？なんかハイトーンすると顔がなんか逆に薄く見えちゃうかなってなんかさ思うんですけどさ思うんですけどさ、なんかどう思いますか？ハイトーン、え、絶対やんないです。髪の毛のケアめんどくさいですもん髪の毛のケアがめんどくさいからやらないです。ハイトーンはやるなら毛先かインナーしかやらない。もうずっと言ってるんですけど、私マジずっと言ってるんですけども、何回も同じこと聞いた人は本当申し訳ないですけど、やるとしたら毛先かインナーだけですか、もうつけ毛かな。もう根元から染めちゃうと私のせっかくのサラサラストレートヘアが終わっちゃうってメイクさんにも言われるんですよ。そうで本当に美容室行かないから、でも美容室行かなくてこの長さでそれを維持できてるのはやっぱ自分の元々の髪質がいいからだよって言われて、だからそれでハイトーンにしたら終わりますよねって言ったら、ハイトーンにしたら髪の毛は終わるよって、絶対それにはもう戻らないよって言われて、でもだからやらないですって言って、もう絶対ね、あ、初めて会ったメイクさんに絶対うわめっちゃ髪の毛サラサラやねって絶対言われんの私で、それぐらいなんかめっちゃいい髪質に産んでもらったんですよ。だからなんか染めるっていうことはなんかしないかな。あのブリーチしないといけないじゃないですか、ハイトーンにするなら。だからなんかそれはやらないなって思います。もうやんねんやったらビッグかぶるかな。もしどうしてもやりたいんやったらビッグかぶってなんかそう見えるみたいな。でも私髪の毛が地毛なんですけど真っ黒じゃないんですよ。なんかちょっと明るい黒みたいな、日に当たったら結構明るくなったりとかするんですよね。だからこの毛の色が気に入ってて、地毛っぽくない黒髪がすごい個人的に気に入ってて、なのでなんて言ったらいいんだろうな、なんかこの髪色を失いたくないので、うん、ちょっとなんかやらないかな。あ、ちなみにさ、武道館2日目っていうさ、ファンクラブのさブログ更新したんですけど、更新されてますっけ、あれ更新されてますか。されてるよ、されてない。あ、どっちだ？
先日のコンサート使いの入場時に仰天さんのサインを飛ばした。ありがとう、大切にしてください。武道館1日目っていうのは昨日投稿したんですけど、武道館2日目っていうのも投稿したはずなんですよ。武道館2日目が投稿されてたら OK されてますか。武道館2日目っていうやつ、3日目もあげるんですけど、あ、されてた2日目 OK。 初寝またやばい、寝そう。めっちゃ寝そう。え、ブログじゃないところにあるん。え、どこに更新されてんの。ブログやねんけど、あれあれブログやねんけど、ブログカテゴリーにないの。それはどういう状況って感じやけど、ニュースのとこに投稿されてる。ブログのとこに投稿してほしいんやけど。じゃあ武道館1日目はブログのとこに更新されてるんですか。え、どういうこと、ちょっと聞きたいんですけど、武道館1日目はブログのとこに更新されてる、2日目だけニュースのとこに更新されてる。ああ、なんでですかね。ちょっと聞いてみますね。なんかブログがニュースのところに更新されてるっぽいんですけど、ブログの方でアップしてください。すいませんって言ってみるね。そうね、武道館1日目はブログされてるの、2日目の時はちゃうって、なんかちょっと見づらいね。それはね、それはちょっとね、あれやね、ちょっと聞いとくね。ね、間違えちゃったんだと思う、多分投稿する場所。言っとくね。そろそろ15分経っちゃうかなというわけで、ランキング読んでいきたいと思います。13位あーさん、12位ひてゆきさん、毎日頑張ってて本当偉い、大好きだってありがとう。11位ひでさん、10位リッチーさん、9位まさとさん、8位なーにゃねもおしさん、7位しんどさん、6位あきひこさん、5位さわまささん、4位ぷゆあんこさん、3位さきもりさん、2位にきおさん、そして今日の1位はあきちゃちゃさん。ありがとうございました。というわけでね、まだ15分経ってないですけど、今日も見ていただいて本当にありがとうございました。明日もね、でも明日はね、今日よりね、多分ね、遅くなりますね、配信する時間は。でもこの時間まだ、明日はこの時間はまだ多分空いてない時間って言ったらいいんですかね。なので明日はまたゲリラでやりたいと思います。ちなみにですね、明日ゲリラなんですけど、明後日はですね、多分本当に配信できないですね、きっと多分配信ができないです。できるとしたらもう本当に6時
6時から15分でも多分無理無理やから、明日は終わるのがっていうか家に着くのが日付変わってしまうので多分明日は無理で、朝頑張れればやるんですけど多分本当に疲れちゃってるから6時前にいつも起きてるんですけど、そっから準備して、行くんですね仕事に。なんだけどそう、あの準備までの時間が30分ぐらいしかないんですよね。だから無理かもしれないんでワンチャンチケットになるかもしれないです。なんでそれだけ先に言っときます。明日はできますけど明後日は多分無理ですじゃあそんなわけで今日も見ていただいて本当にありがとうございました。また明日の配信でお会いしましょう。